はい、じゃあ第1話を進めていきましょう。第1話ね、今までどんなことがあったかっていうのが、ちょっと思い出したいなっていう人もいると思いますので、第1話のあらすじを少し、追っていきましょう。まず私はジンの話をしましたね。どんな特徴を持ってどんな道具を使っているかっていうのは、前の前の前ですかね、のビデオを見てください。エンジン、ケンジン、求人、新人、いずれも惰性石器を使う旧石器時代っていうことが、お話ししました。で、ジンって言わなくなったのはいつだろうっていう話をしましたね。ジンって言わなくなったのは1万年前を境にジンと言わなくなりました。だからこれが新石器時代と言われる時代です。新石器時代にどういうことがあったかというと、農耕や牧畜ですね。で、農耕も特に最初は雨水に頼るっていう寒地農法だったのに、次第に水のあるところから水のないところに、水を引くという灌漑農法が行われるようになります、ね。これは大きな変化ですよね。なぜかというと、水のあるところからないところに水を引くって簡単に言うけれども、そこには強力なリーダーシップがあって、大きい水を掘って何キロもね、先のところに水を運ばなきゃいけないっていうことになりますので、そこに権力者がいて、その命令に基づく人々がいるっていうことです。階級が分かれて、文字が生まれてっていうふうに、そういうふうに権力者の存在から文字、そして次第に、神殿を中心として、神をこう創造し、神殿を中心とした都市国家が営まれるようになります。その都市国家が営まれた、作られた代表的なところの一つにオリエントっていう地域があります。オリエントはヨーロッパから見て、東の地域、今でいう中東や西アジアにあたるものですね。このオリエントにはいくつかの地域があって、メソポタミア、エジプト、そしてシリアやパレスチナなどの地域があります。で、メソポタミアの最初の文明を作ったのはシュメール人ですね。シュメール人の都市国家はウルとかウルク、ピラミッドにあたる塔にはジクラドなどがあります。シュメール人を征服したのがアッカド人です。ここまで、今までやってきました。さあ、このアッカド人を、ね、征服して、強力な国家を作り上げた、国が今日出てくる古バビロニア王国です。そして古バビロニア王国を滅ぼすために、小アジアからやってきた異民族がここで入ってきますよね。これはインドヨーロッパ系のヒッタイトなどです。こういった簡単な大まかなあらすじを把握するのが世界史は何よりも大切です。じゃあやっていきましょう。中身に入っていきましょう。
はい、古バビロニア、インドヨーロッパ系民族について、お話をしましょう。それまでは、はい、オリエントの中のメソポタミアという地域にはシュメールやアッカド、シュメール人、アッカド人なんていう民族が国家を形成していました。で、そして、今回を、触れますメソポタミア3番目の支配者ですね、これが古バビロニア王国というものです。で、この古バビロニア王国はセム語系、言葉がそのセムと言われる、まあ、言葉を話す民族ですね。このセムっていうのはどこから来ているかというと、聖書でノアの箱舟のノアがありますよね。で、そのノアの時に人類は一応ノアの夫婦に集約されるんですけれども、その後生まれた子供がセム、ハム、もう一人いるんですけれども、そのセムっていう人、ノアの子孫のうちセムを祖先とする民族という意味です。まあ、でも深いことは考えずにセム語系って言えばいいですね。セム語系のアムル人が建国したのがこの古バビロニア王国です。その前のアッカドっていう民族がこのように、まあ、メソポタミア一帯を支配したんですけれども、古バビロニアは、まあ、それを征服し、ちょうどこの2本の川を含むお団子状に、なってますね。これがお団子状、ひょうたん型ですね。古バビロニア王国です。で、この古バビロニア王国の最盛期を築いたのが有名人ですね。人名はこれ以降赤で、書こうと思います。バビロニア王国の最盛期を築いた王様がハムラビ王ですね。ハムラビ王もみんな知ってますね。このハムラビ王で押さえるべきところは一つ、ハムラビ法典ですね。一つ特徴はですね、どういう特徴があるかっていうと、ハムラビ法典には有名なフレーズがありますね。それは目には目を、
歯には歯を知られる復習法ですね、復習をする、まあ、だから目を他人の目を潰したら自分がその目を潰されるというようなそのように復習を同じ復習をする同外復習法とも言われます、原則としては同じ外を復習するということですね。同外復習の原理があります、まあ、手を折られたら手を目を潰されたら目をっていうような感じなんですが復習法ではあるんですが例えばむちゃくちゃなね、今の我々から関するとむちゃくちゃな法律もあって、酒屋の女主人がビールの値段を不当に釣り上げたらその女主人は水の中に投げ込まれなければならないとかわけわかんないですね、酒屋がいて女主人があって、レアケースですね、その女主人がビールの値段を釣り上げた不当に釣り上げた場合、その女主人が水に投げ込まれる。これがね、同じ動画復習かどうかは分かんないですけれどもなかなか面白い興味深い、法律であることは確かですね、次に、身分法ですね。例えば平民がいて奴隷がいる場合、奴隷の例えば目を潰してもこちらは骨を折られるだけで済むとかそのより低い身分のものに害を与えた場合はその罪は軽くなるというように身分を意識した法律をやっています。で、じゃあ半村美法典ですね、ご覧に入れましょうか。これですね、半村美法典ですね、これです、これは、ルーブル美術館に行って私が実際撮りました。そうですね、身長、人の身長よりちょっと高いぐらいの石碑があってですね、この細かく見て見れるかどうか、ちょっと分かりませんね、くさび型文字で書かれているのが特徴です。ただね、くさび型文字はこれ横向きに書かれているので本当はみんなこうやって見ながら見ないと読めないっていうような感じなんですけれども、この半村美法典ね、ルーブル美術館にあって、誰でも見ることができ、写真も撮ることができます。はい、というようにここに、このメソポタミアの地に、栄えていた古バビロニア王国なのですが、次に、この小アジアあたりから異民族の侵入を受け、古バビロニア王国が滅んでしまうっていう話をしたいと思います。はい、いきますよ。それが、ヒッタイトと言われる人々、あるいは、ミタンニ、カッシート
っていう、この民族たちがこのメソポタミアの地に侵入し、次々と国を建てるものですので、こうバビロニア王国は滅びてしまいます。まず代表的なのはヒッタイトですね。ヒッタイト、この地形のところを小アジアというので、小アジア半島の古代の民族ヒッタイトですね。ヒッタイト、ヒッタイト人、ヒッタイト、ヒッタイト王国とも言いますね。いきます。ヒッタイトはこの小アジアという地域に国を建てます。そしてヒッタイトといえばですね、まずはあ、はい、馬に乗り戦車を使用したことで、知られていますね。で、何よりも何よりもヒッタイトは大切なのは、世界で初めてと言ってもいいでしょうね。鉄。皆さん覚えてますかね。北京原人といえば火ですよね。ヒッタイトといえば鉄、もうこれは重要ですね。もうヒッタイトといえば2秒後に鉄が出てこないとダメです。でヒッタイトはね、その鉄っていうのは今まで青銅器ばっかりしか知らなかった人たちには、もう硬いし粘りがあるし夢のような金属だったわけですね。ヒッタイトはこの鉄の作り方を他の国にね、漏らすまいとしていたわけですね。当時は金よりも鉄の方が価値が高かった。だって金なんてね、柔らかいし脆いし、キラキラしてるけど実際の役にはあまり立たないと。鉄はね、実際の役に立たない。そしてヒッタイト人だけが握っているわけだから、作り方教えてよってね、喉から手が出るほど作り方を知りたいというような金属だったわけです。ヒッタイトといえば鉄。そして、ヒッタイトは後に王国とも戦うようになります。どのぐらいですかね。ですね、エジプトの新王国時代ですね。ここで、カデシュの戦いという戦いで、戦うことになります。補足として入れておきましょう。教科書レベルはちょっと超えていますので、カデシュの戦いは少し高度な話だと思ってください。そしてこのヒッタイトは
3。はい、海の民は民族系統不明のちょっとわからない存在なんですけど、ヒッタイト自身は海の民により滅亡をしましたよっていうことです。はい、ヒッタイトと並んで、もう一つ二つ、ありますね。あとは代表的なインドヨーロッパ系はミタンニやカシートって言われる民族が知られています。そしたらですね、ちょっと今までの一番の内容をまとめておきますよ。それは、の人がいて、1万年前を境に農耕や牧畜を生み出しますね。で、灌漑の技術を手に入れ、文明が登場する。権力の集中と文明の誕生っていうのが新石器時代の話です。そして、ここからオリエントの話をしますが、オリエントのうち、メソポタミア文明の話をしています。まずシュメール人が登場し、ウルやウルクなどの都市国家、ジックラトなどの政党を作ります。そして、アッカド人ですね、アッカド王国という王国を打ち立てます。そしてその後に登場するのが、本日やったアムル人。ん？アムル人って何？これは、古バビロニアのことです。ハンムラビ王が登場し、文書になった法律、ハンムラビ法典を作ります。そして、このアムル人の後、よそから、民族がやってきて、言われる、国家を次々と打ち立てます。ただですね、この辺りヒッタイトは特に海の民によって、滅亡をしますので、こういったその一連の流れが終えると思います。このぐらいの把握でいいのか。このぐらいの把握が世界史は点が取れますよ。メソポタミアで、次はメソポタミアをここまでやったので、エジプトという地域について、知りたいと思います。いよいよピラミッドが出てきます。今回はここまで。